Chris from Philippines and welcome to my channel. Minasan, konnichiwa. Hi guys, welcome back to my channel. So for today, I am reacting to a 10-minute scene from the movie Union Fleet Commander-in-Chief Yamamoto Isoroku. And this video was suggested by a viewer of mine. Thank you so much for your wonderful suggestion. So without further ado, let's play the video. 失礼します。長官より至急電です。作戦準備開始すべし。失礼します。うん。南雲長官をお連れしました。着任のご挨拶に参りました。奮励努力し職責を全うする所存です。久しぶりだな。晩飯でもどうだ。いえ、引き継ぎがありますので赤城に戻ります。そうか。15分切ったか。我が飛龍ではもっと縮めてみせますよ。おお、山口か。機動部隊を巡視されると聞いてお供に参りました。嘘つけ。どうせ海軍一の長門の飯にありつこって魂胆だろう。確かにそれもあります。やはり止まりませんか。ああ、止まらんな。いつからですかな。海軍が戦を好むようになったのはいつからかな。軍人は命令には従いますが、貴様が連合艦隊を率いる頃には海軍も変わるさ。いえ、変えてくださるのは長官であると信じております。間隔は60秒。佐伯、高度計に頼るな。自分の目で判断しろ。はい。牧野。長官。長岡出身の招待状は厳しいだろう。はっ。君たちは国はどこだ。はっ。鹿児島であります。山口です。薩摩に長州か。これからの日本を背負っていくのは貴様たち若者だ。しっかり頼むぞ。はい。長岡に薩摩に長州、力を合わせて日本を守れ。はい。大会礼第1号、山本連合艦隊司令長官に命令。一つ、
帝国は自存自衛のため12月上旬米国英国及び蘭国に対し海戦を抑止諸般の作戦準備を完成するに決す。2つ連合艦隊司令長官は所要の作戦準備を実施すべし。失礼します。作戦の概略がまとまりました。空母6隻、艦載機約350機を中心とする大機動部隊は一旦択捉島ヒトカップ湾に集結し太平洋を東進、しかるのち一挙に南進しハワイ真珠湾沖200海里まで進出。艦載機による雷撃、水平爆撃、急降下爆撃によって真珠湾を攻撃、停泊中の米太平洋艦隊を壊滅させます。しかし冬の北太平洋は大荒れではないのか。そこに敵の油断があります。補給はどうする。洋上補給の方法を現在改善中です。攻撃方法にも問題がある。真珠湾の水深は12メートルしかない。魚雷を落とせば海底に突き刺さってしまう。先進度安定器を装着した魚雷に実用の目処が立ちました。あまりに大博打すぎる。やはり軍令部の当初からの作戦通り南方の油田地帯を抑えることを優先すべきだ。その南方作戦に集中している間に敵の機動部隊が日本の本土を空襲してきたらどうする。それはこの作戦は爆死ではない。万が一アメリカと戦うとなればまず初戦で戦わなければならないのは空母だ。機動部隊を自由にさせれば暴走機に敵の飛行場があるのと同じだ。本土の空が危ない。アメリカが建造中の艦艇は200隻、それに対し我々はあと3年かかってせいぜい30隻が精一杯だ。どうしても戦わざるを得ないならば全滅の覚悟を持って海戦壁と敵主力艦隊を猛撃撃破し米国海軍及び米国民をして救うべからざる程度にその士気を粗相せしめ、そして一気に講和に導く。早期講和、これ以外に日本が生き残る道はない。差し違えてでも敵の全てを叩く。これがもし失敗すればこの国は滅びる。ハワイ作戦は私の信念だ。山本は全滅も覚悟の上などと言っているようだが、アメリカとの戦は長期戦になる。南雲、くれぐれも全艦無事に戻してくれ。一隻たりとも沈めてくれるな。わかりました。本作戦期日を確定する暗号電報は新高山登れ。ただしワシントンで続いている日米交渉が成立した場合はたとえ攻撃隊の母艦発信後であっても直ちに反転祈祷書もらいます。それは無理だ。敵を目の前にして帰ることはできん。部下たちだって承知しないだろう。我々は100年兵を養うのは何のためだと思ってるか。ただ国家の平和を守らんのためである。この命令を受けて海連党申し機関があればただいまから出動を禁ずる。即刻辞表を出せ。それと万が一
海戦に至った場合、絶対に民間人居住区は攻撃してはならん。これだけは肝に銘じとくように。長官、特殊潜航艇を真珠湾内に突入させる作戦ですが。搭乗員収容の目処は立ったのか。いえ、それはまだ。ならばその作戦は認めるわけにはいかん。九死に一生あっても十死に零傷の作戦などない。わかりました。専務参謀、もう一度だけ軍令部に確認しておいてくれ。万が一海戦になった場合、アメリカへの最後通告だけは必ず確実にやってくれとな。はい。日本の侍は夜討ちをかける時でもせめて枕を蹴って相手を起こしてから切るもんだ。最後通帳を手渡す前に攻撃したとあっては日本海軍の流すたる。おお、Guys, I haven't seen the whole movie, but it seemed like it's a very nice movie. Isoroku is a 2011 Japanese war drama film about Isoroku Yamamoto. Other English home media titles of the film are The Admiral and Admiral Yamamoto. The film was supervised by renowned historical scholar writer Kazutoshi Hando. The war movie intended to show the real life of Gensui Yamamoto, commander-in-chief of the combined fleet. It is a literary work. The award-winning director was Izuru Narushima. The lead actor was Koji Yakusho. I love movies. I love watching movies. It makes me relax watching movies. That's my favorite pastime. And this one looks so interesting, guys. Well, I want to watch the whole movie. And I love the actors. The actors were really good. I also love historical movies like this. Very interesting, right, guys? Well, anyway, I had so much fun watching this short clip from a movie. Thank you guys for watching with me. I'll see you in my next video.